大塚ジャスラットです。今日はですね、マキワ2024、11日目やってきます。ってことで、5858まで来てます。はい。で、最多が6600ほどだったので、もう、もう更新間近といったところですね。はい。で、デッキはこんな感じで、ユニレベもまあ、だいぶ高めかな。で、ちょっとオールブレイク上げれそうなんで、上げようかなと思います。で、他のユニットもね、結構育てられる状況ではあるんですが、まあ、金がない、ゴールド不足なので、はい、仕方ないかなと言ったとこですね。まあ、アリーナが6000とか行けば、まあ、また新しいセールも来るかなと思います。6000行って、さあ、6500ですね。まあ、7000のここはね、はい、未だ行ったことないんですけど、今回は、だいぶチャンスがあるんじゃないでしょうかと言ったところで、まあ、紙セールあれば買いたいなぐらいなんですけど、いや、高っ？アリーナ16到達おめでとうございます。いや、でも魔法のコイン。わあ、いいな。魔法のコインものすごい欲しいんですよね。いや、まあ、魔法のコインにこう1000円ってやべえか。まあ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 、まだなくてもいいんじゃないでしょうか。さあ、どうでしょうか。後悔するかもね。買っとけばよかったってなるかもしれないが、いや、まだ大丈夫と思いながら行こう。さあ、で、この辺になってくるとホグライダーがね、間違いなく増えてきます。はい、13ホグ。やば。え、急に。めちゃんこ的いし、アイゴレのスロー強いし。いや、待って、これ。うまそうな匂いがすんな。え、うまそうな匂いがすんな、敵の。飛べ。やば。鬱陶持たれてますんで。私はこれでまず鬱陶を使わして、バレルからのファイボ防衛だけやだ。よし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 、でかい。マジででかい。で、ホグライダーはボムタワーで守るターンと、メガナイトで守るターンで分けてしばいていきたい。いやー、ホグ、いや、マジホグ多いんでね、ホグ対策だけはしっかりやっていかないとぬるっとしばかれて終わっちゃうパターンがあります。ウッド使わねえかな。さあ、ウッドは使ってくれない。これでもね、2発ぐらい入っちゃうかもね、ユニレベ的に。いやー、一発ならよろしいでしょうからの、いやー、マジで渋い試合来てるな、これ。やばい。ガチ集中いきます。でかい、でかすぎる。ちょっと待って、いやー、それ入るのでかすぎる。近畿よろしくない。いや、ロキコ、あ、え、やべえ、マジ心臓止まってた。あぶねえ、ちょっと待って、ホグやばいわ、ホグやばいです。なんとか削れたけどさ、マジ攻めが通らねえ。なんだこれ、ウサギ。え、ラッキー、え、ラッキー、めっちゃもらえるよ。ちょっとだけデッキをね、いじりたくなっちゃうんですけど、なんか替えのカードもないんですよね。まあ、ユニレベもないかな。いやー、怖い。いや、ほんまにね、やばいね。怖い。ホグしかいないからさ、どうにかして乗り越えられないかな、ここ。
いやまあまあプリンぐらいはね。いやブラスタープリンか、ファイボ安定のタワレバ11ね。まあ置いちゃうか、最強ボム。まあバレルからのウォールブレーカー、いやーやりすぎか、ブラスターなんで一回落ち着くわ。さあペッカ来る、やばい、待ってこれやばいな、ペック射程が伸びたからさ、うん、マジでやばい、ちょプレイが今日ビビってるわ、いけ、マジ事故るシックスケ、でかっ、わでっかっ、結局え、やばい、そのアホエム、ちょマジで俺のユニットがマジやばい、やばいやばい、しかも11レベルだから溶けない、やばい、ブラスターだからやばい、刺さった、やばい、ちょっと待って、プレイが悪い、ペッカ12ですら止まんない、まあ遊びはここまでってことですよね。やべ、耐えて、いやまあ2-1で勝つかこれ、エレキとネクロ絶対落とさせないけどね、あぶねー、いやマジでちょっと怖くなってきたなマジで怖くなってきた、普通に勝てない、普通に勝てそういない、いや何なんだろうな、なんか革命起きねえかな、ブラッサーにしてみるとか、いやゴールドでけえ、まあちょっとこの辺でウルトラ調達しとくか、なんかをしときたいね、もう負けそうすぎて怖い、メガナイトこれでいつもあげれる、いや小刈りでさちょっとゴブリンドリル強そうじゃない、ウォールブレイカーたくさん育てたけどさ、ちょっとドリル希望を持てる気がするな、まあ、あとこの辺のセールもなんか買ったっすよね、多分買ったけど日が更新されれば買ってない扱いになるのかな、また買えるんだけどね、何回でも、まあ、やだな、やば、あぶね、怖えな、おいディガーコウモリフリーズね、こや、いやまあ五分五分はねそんな脅威ではない、レベル9だしこのスケバラも無視できるでしょ、いやー美味しいね、いやまあ一旦6000まで耐えていけれないかな、でアリーナ上がるんでそこで神セールが来て買って次に行く、6000までのあと3、4勝で負けることだけは避けたい。で、神セール出なくてもなんか買いたいな。ちょっとそこまでは耐えかな。って思ってはいる。正直ね。ホグ、いや、ペッカが強すぎるだけで、そこを引かなければね、なんとかなると思うんですよね。
いやもうバレル強すぎるもんな。でポイズンあったな、まあ、早めに回してこれリトプリ出せねえかな。いや出せそう、出せたらセパセパ、いや無理か、進化スキャもセパしてみたいな思ってはいたがワンチャンにそう。これ右側事故らん、あーメガネイート周りでやらめがある。マスケもある。フリーズとかがね怖いよねこれ。いやでも鬼カウンターこれ守れないっしょ。やっぱウッド系がねえだけでだいぶ戦いやしいな。よし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 、さあ素晴らしい。まあコウモリ9とかだと低いね。よし、まあ、さっきはねちょっと高かったな。やっぱ13レベル見るとホグライダー12、13、高えってなっちまうよな。おい、さあちょっとあと20秒ぐらいしてアリーナ上げてセールが欲しい。ちなみにラッキーボックスも来ました。いやここで救ってくれるか、まだ出たことないです。もう十何パコ目いきます。20パで上がります。1回目、うわーもう上がんないやつやーでしょうね。本当に出ない、いらない。まああと2勝でね6000。いやーここ怖えー。タールも絶対11だもんな。みんなホグ用のコストだけはラムね。いやーこれ入っちゃうな。メガナイト12、タワーも10だと。いてえ、おメガナイトが早めにしばっか。いやーインリベ高えな。タワーもインリベも高えからさ。いやーこれロケコでいいな。なんかワンチャンのさゴブリンバレルとかも警戒して。よしよし、ボム強え。いや本当にあるんね。いやーなんかデッキ変えたいなー。やっぱり悪くないんだけどね、もっと上を目指すにはこのデッキだと限界がありそうだ。いやこれ食えるかな進化スケ。やば。いやーまあでっかー、バレルが刺さりはした。ラムライダーガゴ大きめ。いや止まんねー、意外と解けねえよなー。やっぱそのタワーレベル大事か。いてー、始まりプリン、さすがに勝てそうではあるが。守ればね。おい、よし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 、一旦落ち着けるか。いや結構いいデッキなんだけどな俺視点は。よいしょ、
ネクストだ。次勝てば6戦だ。さすがに神セール来るな。まあ、リトプリ13にしたいか、まあ、メガナイト13かな。とは別に、そんな変わんないか。進化は1枚で2リトもいらんない。さあ、ここ勝てば、6戦。6戦プレイをまずは引きずり落として、バレルで様子見。いや、でけえ。たまたま手前。すけ、13。いや、まあ、キング、うわーい。これ、マジでやべえな。エリゴレとかさ、ライドラ的なのが来るってことでしょ？いや、だから、それ用のフェニックス、欲しいもんな。やば。初めて感想来たんじゃね？やべえ。怖すぎる。ヒーラーやばいな。マジで事故りそうだもんな。いや、フェニックス欲しい。イーサー入れ。いや、まあまあまあ、コスト使わした。これは、バレルでスケブまで使わしての、このボムで回収みたいな。ゴレキマジ渋いな。いやー、出しちゃうしかないか。いや、なんかプリンスとか入れた方がいいんですけど、なんかやっぱニコスのオールブレイカーも強いんだよな。え、うまいな、それ。ロキコ、お前のエイムが、いいエイムしてんね、今回。いやー、悪くない。からのスケプか？うい！でけえ！さあ、初カンスト出てきたっすね、ついに。諦めか？ベビードラカンスト、ヒーラー。いや、全体的に俺よりもレベル高かったな、もう。やっとその領域来たか。よし。いやー、神セール、出てくれよ。結構大事っすね。ここは。さあ、6戦。王宮の地下室。こんにちは。頼む。いやー、まあ、これが出てるから出ないんだろうな。こいつを除去すれば出る。まあ、次、日付買っても出るね。いや、さすがになんかこのまま行くの怖くなってきたな。まあ、気合の耐えも見える。気合のね。待って、タワーレベル10や。珍しい。なんなら今日初ぐらいじゃない？いや、ブラスターやし。怖いね。いやー、このケツマスケ。ホグかな。うい。ロケット使い。いやー、カウンター行くよね、さすがに。いやー、ブラスターで鉄壁みたいなのやめてほしい。ミスってるー。でかすぎるー。しかもリトプリ最強。ラッキーすぎるなー。普通に。そんなこともあるんかと。え、ロケットしなんかお前、すごいいいことしてない？敵陣からこっち撃ってきとるやん。スパイやん。いやー、でかいなー、正直。いや、意外とこのナイトがやばいみたいな。うん、強いなー、あんたさー。いやー、でかー、この一本。タワーレベル10か。なんか俺のデッキ範囲攻撃多いからさ。正直なんかユニレベもごまかせそうだし、結構ガチの方でブラスターありな気もしてるんですよね。
いやロケコの拡散でしばきたい。いやでかい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 。いや硬い。マジで溶けんな。硬すぎ。ドリームをあなたにプレゼントしよう。しかもブラスターだから。うずいぞこの防衛からのいっちゃお。やだめあったか。やべ持ってね。いやでも折れそう。いやーマジでよかったな。結構悩むな。でもこっからデッキが、ロケット方針強いんだけどな。俺のプランに用はない。ロケ砲。いやーまた10や。マジで怖すぎる。逆に10の方がユネベ超高いとかあるかも。やめて。うおっ、ウッドでバレル残るタイプや。出た。世にも奇妙なゴブリンがノックバックする瞬間。できー。そういう相手を待ってたよ。小屋、小屋めんどいな。ボモいとこうか。ゴブ小屋。おお、ダークプリ13ね。だからダクプリのレベル高い人多くね。いやーメガナイト、さあまあメガナイトダクプリの小屋ね。いやここでちょっとなんか来られたら危ねえなー。キンキやってみるかこれ。やめとくかビビったわさすがに。浮き飽きて。まあこういうの踏めんのがねメガナイトの強みではあるんでね。はやっ、高めアウトロ。いやマジ12レベルぐらいがちょうどいいな。これきついんじゃない。ロキ君残れ。2発おい。いやーこれにさボム、まあ仕方ねえか。そのためのボムではあるね。おやいやまあ小屋は今弱いから助かるな。うわ渋、ちょっと怖えな。守れるかな。いや何も来ないな。でかすぎる。普通にメガナイトとかさ来られるだけ怖かったよな。やべ、でけえ。てかスパーキーも怖えんだよな。守れる気がしねえよな。絶対踏んでくるやん。増殖サービス。よいしょー気持ちいい。いやここに呪文を使わせられるのもまた強いね。いやーでけえ進化スケ強い。よし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 。しかも次勝てば6100でなんか宝箱もらえる。そうチャンピオンボックスだ。それを開けよう。でリトプリを出す。えタワーレベル10だ。え6000いってからタワーレベル10が増えた。いや、エリゴレスタンプ使いは怖いよね。マジアチャ12。マジアチャ。やばい。いや、ロケコエイム噛みすぎる。
いや緊急回避ね。ちょっとコスト使いすぎではあるが、ロケコン残したかったよね。さあ、まあマジアチャコカツね。マジックアーチャー嫌だな。あとゴールドナイトが走ってくるのも嫌だ。いやブラスターちょっとだるいな。いやあのさ、マジアチャの受け方が、いやでか2発。さあ自陣だからこのままマジアチャもいけんな。よいしょー。いや、でかっ。バレルで折っちゃおうぜ。いや、これでさ、ちょっと事故ったり、やっちゃったりしない？いやー、エイム悪くあれ。やつ。でかっ。いやー、禁忌しとこうかな。うちのロケか、残っちゃうけどね。いやでけー、マジさっき本当に6000手前が怖すぎたな。まあガーディア出してもいいが、出さなくてもいい。え、やばい、待って、ロケホーク逆いってる。マジやばい。なんで？ウッド使った。マジで終わってくれ、お願い。え、リクね。うわ、でっけえ進化スキャン。危ねえ、マジで危ねえって。ロケット押し右に出したと思ったのに左行ってたしな。なんでや、普通に左に出したんか。いやまあよかった、6100や。よかった、マジで怖い。リトルプレンサー、お前以外に用はない。アチャクイ、アチャクイ、最悪アチャクイでもいいけど、リトプリちょっと悩むね。さあってことで、いやマジでね、そろそろね、怖くなってきましたね。この辺ね。はい、今ちょいちょい化け物も来るかなと言ったところでね、また次回頑張ろうと思います。まあ、7000行きたいんでね、はい、次回も気合で乗り越えます。お疲れちゃんでした。またね。